皆さんこんにちは、ネギミリです。今日は野原がもう赤い実になってきてます。いよいよ秋なんですが、いつまでも暑いですね。ちょっとこんな暑さを吹き飛ばすでもないですけれど、変わったデザインで楽しい生け花を今日は生けてみようかなと思いましたので、ご覧ください。今日は2作目もまた違う形で生けてみようと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、今日は野原の実ですね。少し赤くなってきてます。若干赤く なりかかってきて、いよいよ秋の感じですね。いつまでも暑いんですけれど、大変立派な枝ぶりがありましたので、こちらを生けていこうと思います。そして今日ですね、器、かなり面白い器を使っています。穴がいくつも開いてて、筒状のものが立ってるような大変面白い器です。で、色が大変秋らしくていい感じなので、こちらちょっと小ぶりの器ですけど、結構大きめに生けられるんじゃないかなと思いますので、今日はこの秋の実物を使って生けていこうと思います。はい、そうしましたら今日はですね、こちら側にも出したい。はい、かなり広がるような感じに今生けています。こんな感じですね。このところに少しここのところが噛み合わさるような感じで、そうしましたら少しここの円のところをもう少しちゃんと止めたいなと思うので、少しこっちまで持ってきてワイヤーをかけてしまいます。はい、ここでしっかりとしたもう円になってしまったので、この方が面白いかなと思いますので、ここを円にしておこうかなと思います。そうしましたら、今日はここにバンダランですね。大変綺麗なバンダランありました。これちょっとピンクっぽい色なんですね。大変綺麗な色のバンダですね。ちょっとなんかこう、てん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 っていう柄が入ってて、大変綺麗なバンダランです。こちらを生けていこうと思います。ちょうど2本ありますので。奥はこの辺に入ってます。少し後ろに行くような感じに入れてます。そうしましたら、ここにこちらですね、大変大きなアナベルで、少しドライになりかかってますけど、まだまだみずみずしい感じで素敵な、かなり大きいので、まあインパクトも強いかなと思いますので、こちらをポイントに、まあ今日ちょっとここに円がありますので、この円の感じ、曲線の感じに合うかなと思いますので、こちらを生けていきたいと思います。ちょうどこのバンダランの間のところに、はい、1本細い独鎖のラインを入れたいなと思うんですね。ちょっとうまくいくかなっていう感じなんですけれど、ここのところちょっともう少しなんか面白くできないかなと思って今いるんですけれど、向こうになんか垂れていくような感じがいいかなと思うんですけど、ちょっと右側に振ってみますね。こんな風に後ろ側に出てくるラインなんです。なのでちょっとあそこにラインが欲しかったので、前から見るとこんな感じですね。はい、出来上がりました。今日は少し変わった形のデザインのお花にしてみました。この後少しカメラをそばに寄せてみますので、線もそして赤い実もよく見えると思いますので、どうぞそちらもご覧ください。はい、今日は横に並んだ穴が開いている面白い器ですね。
こちらあの陶芸家さんの器なんですけど、色がなんか渋めな色で、ちょうど今日の材料とぴったり合ったんじゃないかなと思ってすごくびっくりしてるんですけれど、うん、なかなかいい色合い、秋の色合いにぴったりのいい器ですね。そしてこちらに今日はバンダランですけれど、いつもの紫のバンダランとちょっと違ってピンクの、ピンクというか紫というか大変綺麗な色のバンダランで、これ一目惚れして買ってきたんですけれど、そしてここにアナベルをドンと生けてみました。少し高めに生けているのは、あの線を見せたいなと思ったので高めに生けました。そして奥にもう一本バンダランを入れています。まあ、ちょっと横から見ても堂々としてていいバンダランかなと思います。そして先ほどの細い、これ特さなんですけど、枝がここのところに出てきてて、後ろの方をカバーしてくれてるかなと思います。野原は何回も使ってる、もうこの時期になると大好きなあの植物ですので使っていますけど、今日はちょっといつもと違う変わった形でここに円、丸を作ってみました。紫陽花のこの丸い感じと合わせたいななんて思ったのと、ちょっと幾何学的な模様を作ってみたいななんて思って今日はやってみました。はい、この後似た花材で2作目を作ります。どうぞそちらもご覧ください。はい、2作目はこのようにちょっと変わった器ですね。氷炭みたいな形しててちょっと薄めですので、あまりたくさんのものは入らないんですけど、大変あの綺麗な光沢があっていい器ですので、こちらの方に先ほどの野バラまた生けてみようかなと思います。でこんな風に生けてみたいなと思いますの で, で先ほど使ってた枝ですけど、こちらで いいですね。こんな感じに、少し形を変えてしまいました。そうしましたらここに先ほどの紫陽花を生けていこうと思います。そうしましたらここに先ほどと同じように特さを生けていこうかなと思います。色がすごく面白い真っ黒なので、この奥のところにちょっと入れとくと面白いかなと思いましたので、この黒を入れてみました。こんな感じで、こうするとあまり見えなくなってしまうということで、器を少し振ってみます。はい、こちらちょっと氷炭のような形になってる面白い形の器ですね。大変あの綺麗な光沢のあるいい陶器です。そして特さですね、特さをちょっとあの折りだめして
こちら側の方に流しています。で、野バラがあの赤い実を少しつけてるところを、なんとなく秋の感じで入れているんですけれど、そして今日あの非常にこの黒い葉ですね、これがものすごいインパクトがあって綺麗なグリーンとの組み合わせが綺麗かなと思ったので、奥の方にちょっとだけ入れようと思ったんですけど、ものすごく綺麗だったので結構たくさん入れちゃって、横から見るとかなり入っていますね。そしてこんな感じで前に来ています。はい、こちらもちょっと渋めですけれど、おしゃれなモダンな感じの生け花にしてみました。もう少し涼しくなって芸術の秋を楽しめるようになるといいななんて思っています。どうもありがとうございます。